歴史と産業の町、愛知県小牧市。この町は住みたいと思える魅力にあふれています。そこで今回は小牧に住もうをテーマに、住みたい町小牧の魅力をご紹介していきます。ナビゲーターが小牧に住もう、ドス小牧。ナビゲーターは相撲と相撲のダジャレでキャスティングが決まった夢応援キャラクター、小牧山。小牧生まれのお相撲さん小牧山が暮らしの夢を応援します。小牧相撲、どうす小牧。どうす小牧。まずは私の住む小牧市がどんな町なのか紹介するコマ。名古屋市から北へ15キロほどの場所にある愛知県小牧市は、東名高速、名神高速、中央自動車道の分岐点がある交通の要衝です。市内を走る名鉄小牧線は名古屋市営地下鉄に直結。空の玄関、県営名古屋空港にも近く、市外県外へのアクセスもとても便利です。小牧市は世界トップレベルの技術の集う町です。国産初のジェット機 MRJ の部品や H2A ロケットなどに使われる液体ロケットエンジンは、ここ小牧市で開発製造されています。小牧市には歴史ロマンがあふれています。市のシンボル小牧山は織田信長が4年間過ごした場所。近年の発掘調査で山頂を取り巻くように3段の石垣が出現。小牧山城が安土城に先駆けて近世城郭のルーツである可能性が出てきました。他にも子宝の神様田形神社や、お乳の観音様ママ観音、小牧平成夏祭りや小牧市民祭りなど、小牧市には訪れてみたいスポットやイベントがいっぱいあります。小牧市のことを知ってもらったところで、次は小牧に住みたいと思える魅力を紹介していくコマ。小牧の魅力は親子で楽しめる施設が充実していること。その代表的存在なのが小牧市総合公園市民四季の森です。とっても広い公園なんだコマ。花や緑も綺麗コマね。名古屋ドームおよそ 2.5 個分の 27.8 ヘクタールもの面積を誇る市民四季の森には、ポニーやヤギ、ミニブタに会えるちびっこ動物村、ユニークな遊具が揃うわんぱく冒険広場や、ディスクゴルフ場やパークゴルフ場などもあります。私もやってみるコマ。どうすコマキ。その中でも一番人気なのが、ソリに乗って勾配を滑り降りるこちらのソリ滑りの丘。週末にはたくさんの親子連れでにぎわう人気スポットなんです。小牧山もソリ滑りに挑戦です。どうすこまきー。お尻が乗ってないコマ。6月にはさまざまな種類のアジサイが咲き乱れることでも有名。見どころ満載の公園なんです。続いて紹介するのは、木曽川から庄内川までのおよそ20キロを結ぶ尾張広域緑道の中間地点にあるフレッシュパーク。
トレーニング施設やディスクゴルフコースなどがあるこの公園で最も人気を集めているのが面白自転車のコーナーです。両足で踏んで進む自転車などユニークな漕ぎ方を楽しめる面白自転車、小牧山も運転にチャレンジです。ドスコマッキ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 、私も乗れたコマ。さまざまな形の自転車が揃うフレッシュパークの面白自転車コーナー、子どもたちはもちろん大人も夢中になっちゃいますよ。他にも小牧には本格的にスポーツが楽しめるパークアリーナ小牧や、スライダーが人気の小牧市温水プール、学び創造館にある絵本図書館や子育て広場など親子で行きたいスポットがたくさんあります。最高の思い出作りをここ小牧でしてみませんか。中部公民館のプラネタリウムも人気コマ。レジャー施設だけではありません。小牧市は教育環境も充実しています。例えば小中学校、小牧市では全ての小中学校でデジタル教科書の設置が進められているんです。デジタル教科書って何コマ？小牧山くん、これを見て。これがデジタル教科書といってね、こんなことができるんだよ。教科書が映像になっているコマ。実験結果も動画で見られるコマね。便利だコマ。校舎の耐震化やエアコンの設置も進んでいます。小牧の教育環境はとっても充実しているんです。教育環境だけではありません。小牧は医療施設も充実しています。では小牧山さん、これから診察をしますね。はい、問題ないですね。はい、いいですよ。小牧山を診察しているのは小牧市民病院救命救急センターの井上先生。実はここ小牧市民病院は救急診療やがん診療などの分野において全国トップレベルの体制が整っている自治体病院なんです。脳腫瘍治療などに使用するガンマナイフなどの高度医療機器を全国に先駆けて導入。平成17年には国から地域がん診療連携拠点病院にも指定されています。院内には救命救急センターも設置。ありとあらゆる年齢層の救急疾患に対応できる体制が整っています。医師看護師が同乗して現場に直行するドクターカーも運用しています。ちなみに小牧市民病院は新たに9階建ての建物が建つんですよ。そうなんです。小牧市民病院は地域の基幹病院としてふさわしい高度な医療を提供するため最新の医療設備が整った新しい建物を建設中なんです。開院は平成31年の予定。大規模災害時にも緊急対応ができる病院として期待されています。
教育施設も医療施設も小牧はとっても充実しているんだ。コマ、綺麗な水が流れている。コマ、小牧にはこんなに美しい川があるコマね。ここはね、ホタルの里って言われてる場所なんだよ。6月にはホタルが飛び交う場所なんだよ。小牧市の自慢は何と言っても町と自然が共存していること。市街地から車でわずかのところに都会ではなかなか見られない生き物が生息するような自然が広がっているんです。この豊かな自然を利用し、小牧市では桃やぶどうなどの農産物の生産や名古屋コーチンをはじめとする畜産も盛んに行われています。日帰りで自然体験できるなんて最高なんだ。コマ、最後に小牧に住んだらどんな生活になるか、小牧に住んでいるご家族にインタビューしてみた。コマ、ということで小牧山が取材にやってきたのは市内に住む浜口さんのお宅です。浜口家は市内で機械設計の仕事をしているご主人正志さんと奥さん文さん、そして舞ちゃんの3人家族です。名古屋から小牧に引っ越しをした浜口さんご一家、結婚を機に念願のマイホームを建てました。早速インタビューする。コマ、小牧の暮らしはどう。コマ、そうですね、緑が多くて住みやすいところが好きですね。車をよく使うんですけど、やっぱ高速道路の入り口が近かったりとか、すぐに名古屋の方までバスで行けたりするところがいいですね。緑が多くて静かなので、とても住みやすくて子育てがしやすい町かなって思います。そんな浜口さんご一家、休日になると舞ちゃんを連れて小牧山にお散歩に出かけます。小牧山公園が一番好きですね。娘も喜んで、笑ってたりするので。名古屋が、すぐ近くなので遊びたい時は名古屋に行けますし、でも名古屋ほど都会ではないので、普段の暮らしは落ち着いて暮らせるところが、小牧のいいところかなと思います。小牧市ではマイホーム購入に関するさまざまな補助制度も設けています。また小牧市は中学生まで医療費が無料です。第3子以降の保育料が無料になるなど、子育ての楽しいをサポートする施策も充実しています。浜口さんご一家のように新たに小牧に住もうという皆さんを心から歓迎します。どうだったコマ？小牧には住みたい魅力が満載なんだ。コマ、小牧市の魅力は他にもいっぱいあるからホームページもアクセスしてほしい。コマ、それでは最後に小牧に住もう、どうす小牧。